様です、はい、おはようございます。ただいまから記者会見を行います。本日は知事からの発表はございません。本日の進行はテレビ岩手の成沢記者にお願いしております。よろしくお願いいたします。テレビ岩手の成沢です。よろしくお願いします、はい。本日は記者クラブを代表しての幹事社質問の用意はございませんので、各社から質問があればお願いいたします。岩手日新聞、北村です、はい、おはようございます。あさってから、いよいよ完全国体の、幕開けとなる冬季大会が始まるわけですけれども、知事としてどのような大会になってほしいかというのをまずお聞かせください。はい、開始式のリハーサルもこう順調に進んで、いよいよ開幕を迎えるというところに来ていると思います。岩手県にとってこの46年ぶりの国体、それを冬の国体も同時に行う完全国体ということで、特別な国体でありますけれども、日本全体にとっても東日本大震災の被災県で震災後初めて行われる国体プラス全国障害者スポーツ大会ということで、日本全体にとっても特別な国体だと思います。広げよう感動、伝えよう感謝というスローガンですけれども、このスポーツの感動ということを中心にしながら、まあ、こう人間参加といいますか、このいろんな文化関係でありますとか、またこう地域振興関係でありますとか、いろんな関連のイベント、企画、事業ありますので、そういう中でこう人間というものが生み出す感動というのを県内で、そして県外の皆さんと共有しながら、東日本大震災、そしてその後の復興への支援に対する感謝の気持ちをしっかり伝えていきたいというふうに思います。国体には当然競技会という側面がありまして、岩手県選手団の活躍についてはどうでしょうか。はい、選手強化もしっかり進んでいて、天皇杯総合8位以内という目標に向かってですね、しっかり進んでいけるような風に進んでいると思いますので、頑張っていきたいと思います。他にございませんか、あるいは関連してございませんでしょうか。盛岡タイムス大崎です。よろしくお願いします。はい、先週岩手三陸復興フォーラム開かれました。で、特にもまもなく震災丸5年を迎えるにあたって、こういろんな議論が多様な主体も踏まえてこう議論されたと思うんですけども、知事も参加されてみて、改めてどのようにこう受け止めたか、あるいは何か感想を持ちあればお願いします。まあ、改めてこのオールジャパンで、今回は東北大学の今村先生のような、オールジャパンで活躍している、方と、そして、岩手県内被災と復興の現場で活躍している人たちとこう一緒になって、情報の共有や発信を行っていくというやり方がですね、大変効果的だなということを改めて思いました。そういうこと、取り組みをさまざまな形で県内でやり、また県外でやりとこうやってるんですけれども、まあ、全国的には今度の3月11日で丸5年という、その5年の節目ということで、関心が高まる時期に来ていると思いますので、岩手県からもますますこの情報の共有と発信ということに力を入れてですね、この今復興の量の確保と質の向上に努めるべき、そういう、こう段階にあるわけですが、その復興の実態を理解していただきながら、さらにこう支援を続けてもらえるよう頑張っていきたいと思います。
ありがとうございます。そうした中で先月国の復興委員会があって、その中で今後の新たなというか基本方針ですか、案が骨格で示されたと思うんですけれども、当日も取材に応じられたとは思うんですけれども、改めて中身と今後についてどのような注文といいますか、期待、盛り込んでほしいものがあるか教えていただければと思います。はい、各論部分の内容について、この被災者の皆さんの心と体のケアなどのそういった被災者支援について、切れ目なく継続的に行っていくというようなことが書いてあり、また復興の事業量の確保ということの関係でも、このインフラ整備中心にしっかりやっていくというようなことが書かれていて、内容的には現場の実態を踏まえながら、今まさに本格復興の最中であり、最初の5年に引き続いてやっていかなきゃならない、そういう連続性についてきちっと踏まえた内容になっているのはいいなと思っています。総論的な部分でこの新しいステージとか総仕上げの5年間とか、そういう今までの5年間と違うというようなところが強調されていることについては、当初心配をしていたんですけれども、内容の部分がしっかりしていているんであれば、全国の皆さんに関心を持ってもらうには新しいステージっていうふうな切り口で見ていただく方が、全国の皆さんにも関心を持ってもらえるのかなと今は思っておりまして、そういう全国の皆さんの関心を高めていくような工夫をしていくということと、あとは内容をより充実させていくというようなことを今後やっていけばいいんだなというふうに思っています。ありがとうございます。あともう一点ですね、先週国の方で補正予算が可決成立しました。でこれから当初予算の方に審議の方が入ると思うんですけれども、改めて当初予算の、審査どういうふうになってほしいという期待あるいは意見お考えがあれば教えていただきたいのと、決まった補正予算の方もよければもう成立したことなんですけれども教えていただければと思います。はい、岩手にとってはこの復興関係とそれから地方創生関係、あとは TPP 対策のこの農業の強化という部分が注目点なんですけれども、それぞれ補正が成立した部分については着実に執行していくよう県の方からも国に働きかけながらやっていきたいと思いますし、で予算については復興や地方創生関係それなりにきちっと対応所要の額が盛り込まれているというふうに思っていますので、その成立を待って県の方でも対応していきたいと思っていますけれども、予算の審議を通じてこの復興の現状やまた地方創生のあるべき姿、そしてTPP が抱えている問題などについて国会の中でしっかり審議されてですね、でそれで政府の取り組みとして足りないところについては補われていくようなそういう国会審議を期待したいと思います。ありがとうございます。河北新報山形です。おはようございます。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと国体のお話に戻ってしまって恐縮なんですけれども、はい、当然、全国各地からですね、選手関係者それから応援の方々など大勢の方がいらっしゃると思います。そういう方々にその今の岩手をどう見てもらいたいか、あるいはその方々にどういうものを伝えたいかというところ
ちょうど震災5年という、まもなく5年という節目を迎えるタイミングでこの冬季大会があるということも踏まえてですね、そういう実際にこちらにいらっしゃる方々をどう迎えて、どういうふうに受け止めてもらいたいかというのを教えていただけますでしょうか。やはり復興に向けて頑張っている岩手の姿というのをこう見たり感じたりしてほしいなと思います。でこれについては必ずしもこう沿岸被災地復興地の方を直接訪れなくても、この岩手のこう県内のテレビとか新聞とかっていうのが毎日震災復興関係のことがこう報じられているというようなことをちらっとこう目にしただけでも、あ、そうなのかとこう思ってもらえると思いますし、また競技の関係でこう内陸の方しか訪問しないとしても、この内陸にの方でこう会う岩手、県民とこうやり取りする中で、やはり復興っていうのが大事なんだなというようなこと、少しでもそういうところのこう気づきとか発見とかそういうのがあれば、帰った後でもですね、そういう気づきや発見というのがこう自分の中で育っていき、全国でこう広がっていくというふうに期待できますので、直接岩手を訪問して、そして直接そういう復興に頑張っている岩手というものを感じてもらえればなというふうに思います。IBC 岩手放送の佐藤と申します。はい、よろしくお願いします。はい、昨日ですね、大相撲 の、 初場所で、日本人力士、日本出身力士としてですね、10年ぶりに琴奨菊がですね、優勝を果たしたわけですけれども、その裏でですね、県人出身力士、3人いますけれども、十両の錦木が3場所連続の勝ち越し、あとは琴力戦も勝ち越し、あとは佐々木もですね、優勝争いまであと一歩というところでありました。初場所におけるですね、県人力士3人の活躍についてはどのようにお考えでしょうか。はい、大変嬉しく思います。岩手県ではちびっこ相撲から高校生の相撲、また社会人の相撲もこう盛んですので、そういった関係者の皆さんにも励みになると思いますし、また岩手全体としてもこのスポーツの力で盛り上がって、それがまた復興やふるさと振興の盛り上がりにつながっていけばというふうに思います。ありがとうございます。共同通信の山本です。はい、北海道新幹線の件で伺いたいと思います。はい、開通まで2ヶ月になりまして、これまでにも知事からいくつかご発言いただいてますけれども、北海道、特に函館、その道南の方と岩手の結びつき、あるいはその、下り線で東京から北海道に行かれる方の、岩手で一泊されるかどうかという、その間で観光を誘致につながるかどうかというあたり、改めて見込まれる期待と、そうですね、見込まれる期待を教えてください。はい、まず北海道、北東北というセットの部分のこの魅力が増して、その外からこの北海道、北東北エリアに来る人たちが増えていくということを期待しますし、また北海道、北東北エリアの中でですね、この親戚関係とか歴史的なつながりとか、いろんな絆がある地域ですので、そこでのこの人や物の行き来が増え、それがこうビジネスチャンスにもつながっていくことを期待します。また北海道はインバウンド、外国人観光客がたくさん訪れるところであり、函館だけでも
これは東北全体を合わせた以上のインバウンド、外国人観光客が函館だけでも訪れているので、そうした外国人の皆さんがこう北東北の方にも、岩手の方にも来てくれるということを期待します。岩手日報熊谷です。おはようございます。はい、先ほど国体の中でですね、まあ、岩手を発信したいというような、抱負述べられましたけども、まあ、それとも関係するかもしれません。花巻空港の、関係で伺いたいと思いますけども、先週平成28年、2016年の上期のダイヤが発表になりましたけれども、でその中で、愛知県名古屋、空港ですね、との間で運航している FDA 富士ドリームエアラインズが1日3便から4便に増便するということで発表ありました。県は重要路線という位置づけていて、で増便を要望していた中でそれに応えられたという結果となりましたけれども、受け止めあるいは期待感をお聞かせください。はい、花巻名古屋便はこう私が知事になってこう途絶えていてですね、でそれで私も直接 FDA さん訪問して働きかけたり、また東日本大震災直後にその復興支援という形でまず開設してもらうということについて時の政府にも直接働きかけたりしてましたので、それが今やこの1日4便になるということについては大変嬉しく思います。もともとそのくらいの潜在的なニーズがあるということをこうずっとこう路線が FDA さんの路線ができる前からこう言ってたわけでありまして、自動車産業、それから半導体関係、そういったものづくり産業関係での人の行き来というのが多いわけですし、プラス平泉が世界遺産になってこの観光という面でもニーズがあると。でそれに加えて復興支援関係でもこの名古屋市が陸前高田市に大々的に支援してくださっているというような、そういう復興関係の人の行き来もこう増えていますし、この4便、1日4便という体制もこう充実させてですね、さらにこのニーズというのは増えていく、そういう可能性があると思っています。ありがとうございます。ちょっと話題変えます。さっき補正の話題の中でですね、TPP に関する国会での議論とか対応策を求めたいという趣旨の発言ありましたけども、その TPP 対策の先頭に立ってきた甘利経済再生担当大臣をめぐってですね、口利きとその見返りに金銭を受領したという疑惑が浮上しています。甘利氏は一連の疑惑について説明するという話ではありますけれども、明確には疑惑は否定しないという状況にあります。今回の一連のこの騒動についてどう受け止められましたか。私はこう事実関係をこう承知していませんので、その取り沙汰されていることについてはコメントなしとしたいんですけれども、 TPP 問題についてはこの TPP 協定のこの内容自体にさまざま問題があり、かつそもそも日本国として日本の農業をこうどう将来発展させていくのかとか、また日本の経済産業全体をこう本当に市場原理万能主義的な方向でいいのかとかいう、そういう議論をしなければならないわけですので、早くそういう本質的な議論ができるようにし、そしてそういう本質的な議論をしてほしい、国会ではやってほしいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。まさにその、今知事がおっしゃる通り、実際に野党が反発する形で、疑惑の審議はともかく国会審議にすでに影響が出ております。で、安倍政権がこの経済政策を最重要課題ということで位置づける中で、この経済担当 の要の閣僚が、こういう形で、国会に影響を与えていると。
まあ、一方でその最近株価がかなり乱高下していて、日本経済不透明感増しているという状況にもありますけれども、まあ、地方の行政を預かるトップとして、まあ、そのあたり、まあ、地方経済にも、少なからず影響しかねない事案でもあると思いますけども、まあ、どのようにこれから安倍政権対応してほしいというふうに望みますか。まず憲法にも内閣は連帯して国会に責任を負うと書いているわけでありますので、ある特定政治家個人の問題としてこう放っておくんではなく、安倍内閣として速やかにこの本質的な議論ができるようにしていかなければならない、そういう責任があるんだと思います。でそういう議論の中ではやはり一人当たりの賃金は相変わらず低迷しているでありますとか、日本においても格差問題、貧困問題は深刻化しているでありますとか、まあ、そういった背景もあって消費が伸びず投資も伸びず、余ったお金がその暴れていろいろ株の乱高下でありますとか、一方また国債の方にこうお金が流れていってしまうといった状態にあるわけですので、かなり今のままではダメだっていう視点に立って、その経済政策については、経済財政政策については議論しなきゃならないところだと思うんで、早くそういうことをしてほしいなというふうに思います。ありがとうございました。ございませんでしょうか。ちょっと私の方からちょっと国体に関してなんですけども、はい、まあ、各会場に他県から大勢の選手も来られるかと思うんですが、県民にですね、こういう形でもてなしといいますか、迎えてほしいという知事の考えございましたら、気持ちがございましたらちょっとお願いしたいんですが。はい、やはりできるだけこう競技会場に行っていただいて、そして、県勢の応援もですし、また他の県の選手についてもその見事なプレー、素晴らしい演技、そういったものに対してこう拍手を送っていただきたいなと思います。やっぱりまず競技がこう盛り上がっていくということが大事だと思います。また応援おもてなしメニューの店っていう、そういう取り組みでこう今すでに県内あちこちのお店でそういう特別なメニューをこう提供するっていうサービスも始まってますし、まあ、いろんなそういう競技会場以外のところでのこのおもてなしの取り組みということもですね、やってますんで、県民の皆さんにもこうそういったところにもこう参加いただいたり、いろんな形でこう盛り上げて、おもてなししていただければと思います。はい、ありがとうございます。がなければ以上をもちまして記者会見を終わります。はい、お疲れ様でした。